皆さんこんにちは、えー、それでは2018年、えー、ここが出たマンション管理士、えー、試験の解答速報、えー、規約適正化法を担当いたしますレクセン人講師の太田ですよろしくお願い致します、えー、まずは平成30年度のマンション管理士の本試験、えー、受験お疲れ様でしたまあ皆さんの手応えはどうでしたでしょうかまあ今回 えと皆さん受験していただいたと思うんですがまずあの私の個人的な全体の試験の評価公表とそれからあとは担当をします標準管理規約適正化法の部分についてますまずあの全般的な印象なんですけども、まあ、法令系実務会計系は基本的な問題が多く えー、主催さしたがってここでしっかりと、まあ、得点ができたかどうかが、まあ、この試験の合否になりうるだろうというふうに考えています。まあ、あとは例年通おり、まあ、建築設備系ですね、まあ、ここは難解なものも出ていましたしまた、えー、過去問から被災されてきているような問題も見受けられましたが、まあ、なかなか点数を伸ばすことが難しかったんじゃないかなと思います。 ただいずれにしても、まあ、法令系実務会計系に関しては、まあ、多少皆さんが学習していた範囲から外れるものもあったかもしれませんが、まあ、全体的には基本的な問題が多かったのではないかと思います。はいえー、そしてあとは、えー、標準化理規約、まあ、適正化法ですが、まあ、こちらの分野に関しても、まあ、基本的な問題が多く揃っていたと。 考えております特に適正化法に関しては、まあ、正直言って難問と思われるものはなくまた個数当て問題になっているものが出ていますが、まあ、この個数当てになっているものであったとしても、まあ、しっかかりとと得点していいいななきゃいけない問題だと思われます、まあ、したがってこの標準管理規約やそれから適正化法もしっかりと得点できたかどうかっていうのがこの 試験の合否のポイントになってくるのではないかと予想しております。で、まあ現段階ではあくまでもま正解であろうと思われる番号を紹介していきます。ですので、まあ、後日正解番号を変更したりすることがありますが、まその点はご了解をお願いいたします。で,では標準化に規約の問題ですが、えー、と問いの25番目から始まりまして。 問題は32番目まで続きますで今回特徴的なものとして挙げるとするならば、まあ、いわゆる、えー、複合用途型と、えー、それからあとは団地型、まあ、この2問が両方1台ずつ主催されています、まあ、例年団地型主催されることがまあ多いんですが、まあ、今回は複合用途型と、まあ、それぞれ1問ずつ主催されています。 この複合用途型も標準管理規約学習どこまで進めていたかというのがポイントですただ問題としてはこの複合用途型に関しても基本的なものをしっかりと理解して覚えておけば正解は十分出せたと思っております、はい、では少し個別的にご紹介をしていきますねまずあの問いの25番目ですで これはまあ担当型に関係するものなんですけれどもこれ正解詞となっているのは現在4番目と考えています。で問題文を見ると例に,例によってこの管理費に関係する問題が出ていますが管理費等の額についてどういうふうに負担していくのかっていう問題ですね。でこれはまあ共あ用部分の共有持ち分に応じて算出すると。 で、使用頻度を勘案するかどうか、これ過去にも記載されたことがありますよね。使用頻度は勘案していかないんだえ、そうなってくるとまあ、25番目えー、しっかりと正解を出すことができたのではないかと思います。まあ、その他にもまあ、管理費や修繕積立金に関係するものもありますが、まあ、これも、えー、他の足基本的なものですから、まあ、しっかりと丸ルバツをつけてもらえたはずだと思います。 はい、そして次の26番目ですね、えー。役員の選任等に関係するものです。これはまあ個数当ての問題であるので、まあ、ちょっとですね、正解はしづらかったかもしれませんね。で、まあ、問題文も、えー、この標準管理規約の本文に規定されていないが、管理組合の規約で定めることができるものとされている事項とありますので、ちょっと主催形式も少し変わっていました。で、まあ、これはもう本当に知ってるか知ってないかということから、 まあ、いわゆる標準管理規約のコメント等まで目を通してもらっていたかどうかということなんですね。で現時点ではすべてこのあ,あいう上え規約で定めることができるものとされている事項と考えています。まあ、これお手持ちの標準管理規約のコメントなどを見直してもらえればまあ、すぐ答えが出せるんですが。 まあ子育てということもあり、また細かいことも聞かれせるので、ちょっとここは正解がしづらかったかもしれませんね。はい、では次に問いの27番目ですね。えっ、ー、と、こちらに関してはまあ、組合員の取り扱いに関係するものです。で、やはり同様に少し細かいことが聞かれてるんですけども。もまあ、特に27番目のあのところですね。例の議決権行使の代理人の資格。 標準管理規約では制限されていましたこの規定もしっかりと覚えておいてもらえれば答えを出すのは難しくないんですがまあ、うる覚え曖昧に記憶してるとコース当てということもあって正解が逆にしにくかったここはやっぱり合格する方とそうでない方の実力の差が出てくる問題だと個人的には思っております その他の規定もあるんですが、まあ、内容自体はさほど難しくありませんので、まあ、しっかりと標準管理規約の内容を抑えられていたかどうか、学習を進められていたかどうか。で、答えを出せた方と、そうでない方が分かれちゃったんじゃないかな、というふうに思っています。まあ、問いの二十七番目、適切なものとしては、足の絵、これを正しいものとして、適切なものとして考えております。はい、それから、問いの二十八番目ですね、で問いの二十八番目。 またあのこののこ決議の仕方例えば5、えー、分の4が要求されるとか4分の3とかあとは普通決議は要求されるとか出てきていますがこれはもうしっかりと得点してもらわないといけない問題だと思います。えー、ですので、まあ、この辺りもやっぱり、えー、しっかりと復習を、えー、進められることができたかどうかですよね。皆、え、さ、ー、さんんしっかりりとと勉強されてきてきるとは思うんですがやはり え、28番目のところですが、まあ、適切なものとしては難しくなく1番目を選ぶことができるはずなんですが、この数字の覚えを曖昧にしてると迷ってしまいそうな問題です。まあ、ここもしっかりと合格するためには得点してもらわなきゃいけない問題だったと思っております。はい、では次29番目ですね。で、29番目は理事会に関係するものです。まあ、これまでもこの総会と理事会の。 違い手続きの違いなどは何度か主催されてきています、まあ、学習する上でもこの理事会の規定と総会のまあ規定っていうのをまあ比較しながら学習していればまあ、答えとしては難しくはなかったと思いますただそこまでしっかりと比較した学習をしてないと答えを出すのがちょっと難しかったかもしれませんねで、問いの29番目は2番目これが適切なものとして考えております えー、特にあの1番目などはあの総会の招集手続きと、まあ、次回会の招集手続きですね、えー、その違いがどこにあるのかっていうことも、まあ、結構細かいといえば細かいのでその部分までしっかり押さえてもらう必要がありますよねあとは、えー、それから4番目のところですねまあ総会ではいわゆる、えー、と総会に参加できない人が賛成反対をあらかじめ書面とか それからメールなどで賛成します反対しますという、まあ、いわゆる、えー、議決権行使書を利用して、えー、賛成反対をあらかじめ投票できましたが理事会ででは原則それを認めてませんでしたねただ全く認めてないっていうわけではなくて、まあ、そういうことを認める、えー、規約の定めをしておけばできますと、まあ、そういう違いがあるんだということをしっかり分かってこないと、えー、答えをうまく出せなかったかもしれません。はい、そしてあとは30番目 これは会計に関係するもので、まあ、これまでもたびたび被災されてきたような問題なので、えー、問題内容自体は特に目新しいものではないです。ただ、ここもまた個数当て問題になってますから、まあ、しっかりとその規定を覚えておかないと迷ってしまいますよね。えー、っと、この標準化力学のところは他のところと比べて、やっぱり個数当ての問題が多いわけですね。まあ、それは被災者側からすると。 まあ優しい一つ一つ見れば優しいんだけども、まあそこをしっかりと、えー、覚えておいてもらってますか、記憶しておいてもらってますかっていうことをまあ通ってきてるんじゃないかなと個人的に思います。えー、先ほどから言ってるように内容自体はさほど難しくないんですが、まあしっかりと覚えるべきところ,ところを覚えておかないと答えが出せないっていう、えー、そういう問題ですね。はい。で三十番目のところはまあ適切なもの。問いの三十は現在は いのところですね。足の胃が適切なものとして考えております。まあ、正解は一つと現在考えています。はい、そして次31番目え先にご紹介した団地型ですよね。まあ、引き続き32番目が複合用途型なんですが、えっ、ー、と団地型のところはやっぱり、これは学習されていたかどうか？ 全く団地型はもう捨て物にしてしまってるっていう方はちょっっとこれれはは得点するのは厳しかったかもしかかたもませんね、まあ、特にあの1番目見ていただくと、まあ、いわゆる共同利益に反する行為者に対する措置区分所有法で規定している行為の停止等の請求なんですがこれは必ず集会あるいは総会の決議を経た上で訴訟を行っていかなきゃいけないわけです。 まあその区分所有法とのまあ相違というのも比較しておかないとこの団地型の問題は得点がちょっとしづらかったかもしれません。えその他か二三四とあるんですが、まあ現在は三番目が問題として適切でないものと考えております。ただ個人的にはちょっと三十一番目は得点ができるかというと、まあ三番目をズバリ正解というよりはまあ一二四が えー、適切だからまあ、残る3番目が不適切とまあ、いわゆる消去法で正解を出していくのがまあ、筋だったのかなというふうに思っておりますまあ、逆に124がしっかり丸はつけられないと、えー、正解を出すのは難しかったとまあ、言えるわけですねそしてあと32番目の複合用途型これかなり細かいことがえっ、ー、と問題として上がっています 私も見ましたが123、ね、はこれコメント部分から記載されてるんで複合用途型のコメントまでしっかりと見てる方っていうのは、まあ、正直言って多くないと思います。ただし現在正解と考えている4番目ですよね。この複合用途型っていうのは、まあ、いわゆる、えー、と店舗部会 それから住宅部会いてるわけで,す、ね、でこの部会っていうのはどういう役割をしてるかっていうと、まあ、協議する組織なんだとところが問題文ではこの「天派部会の決議があれば」って書いてあるんですが決議するものじゃないわけですね先ほど言った「協議する」という組織ですから決議すするとといいうことはないわけですそれに気が付いてもらえば4番目のところはおかしいということで正解が出せると思います。 まあ、確かに複合用途型は頻繁に出てくるわけじゃないんですが、えー、ポイントをしっかりと押さえてもらえれば、この32番目も正解を出すことは難しくなかったと思っております。はい。以上が、えー、標準管理規約ですね。はい、では適正化法に移ります。46番目からえー、50番目です。で、こちらも先ほどの適正あ。ごめんなさい。標準管理規約と同じようにまあ、個数当て問題が5問中。2問あるので。 まあ、その点ではやはりしっかりとした知識がないと答えを間違えてしまいますが内容としては正直言って、えー、優しいと私は感じてます。で46番目ですね。えっ、ー、と46番目パッと見た感じ標準、えー、とマンション管理適正化法の指針かと思ったあごめんなさいマンション管理、えー、適正化指針かと思ったんですけども、えー、問題違っててあのこれ重要事項の説明の条文規定そのままですよね。 であとは重要事項の説明手続きが分かっていればこれに関係する問題っていうのは特に難しくないですもう当てはめをして頂ければ分かると思うんですがこの重要事項の説明をしていくためにはまず誰にするんだこれはもう当然マンションの人たち全員ですよね区分所有者そして管理者等に対してしていくんだ。でそしてあとは この重要事項の説明は誰がしていくのかというともちろん管理業務主任者ですそしてこの重要事項の手続きとしてはこれ1週間前ですね1週間前までにこの説明会を開きますよということを教えるためにその説明会の日時および場所を記載した書面とそれからもう一つ重要事項書面これを交付していく。もう今まで 過去問などでも、まあ、形としては今回少し変えてますが、もう何度も何度も問われてきているものですから、こういう問題はしっかりと得点してもらわないといけないっていうことですよね。はい、40、えー、ごめんなさい、46番目のところは、まあ、その組み合わせから現在は3番目ですね。これが適切なものと考えております。それでは次47番目個数当て問題です。 これも子育てですから、まあ、しっかりと丸場つけてもらわなきゃいけないんですが、うんまあ、ざっと見た感じ迷うのかなと思うのはあのところですね。マンション管理業者の業務および財産の状況記載者書面これを事務所ごとに備えつ、えー、けなきゃいけない、まあ、ここまではいいんですがこの書面をまあ見せてくれと関係者から言われた時にその閲覧に応じるのか応じないのかっていう義務ですね。 ここまでしっかりと分かってないと「あ」のところは迷ってしまいまあ結果正解を出すのが難しくなってしまうとまあこれも皆さんお手持ちの参考書はテキストを見ればすぐに答えは出てくると思うんですが、えー、こういうところ閲覧させなきゃいけないかどうかっていうところまでしっかりとまあ,あの見ておかないと子育て問題ですから正解は出せないと、まあ、ここもやはり、えー、実力がある方 まあ学習を深めてた方とそうでない方の差が出てしまった問題の一つかなと思っておりますで次48番目ですねこちらまた個数当て問題ですで、えー、これに関しても内容的には難しくはないんですね、うん、迷うところも特にないかなと思うんですがこのいのところでしょうかマンション管理士の登録簿に 搭載されたた事項に変更があった時はなく届出をしていくんだ。まあこれが「地帯なく」なのか「まあ、30日」なのかということでちょっと迷っちゃうという人もいらっしゃいますよね。えー、そういうところもやはり学習する際にしっかりと確認できていたかどうかですね。でこの47番目、えー、と現在は詐欺の問題ですね47番目、まあ、これは「あいいう」が正しいと考えていますから。 正しいものは3つとそして今の48番目これもまたコツ当て問題なんですが誤っているものは絵の一つで1番目というふうに考えております。はい、そしてあとは49番目ですねこれはさすがにもう4番目はしっかりと適切でないというふうに確認してもらわないといけませんね。 この管理組合の最高意思決定機関これは何だったかっていうと管理者じゃないですよねここは集会ということになるわけです、まあ、集会、まあ、あるいは総会少なくても管理者じゃないわけですからここにすぐに気がつきおかしいということが分かってもらえると思います。はい、これは4番目を現在適切ないものとして考えております。 そしてあと50番目ですねこれ、まあ、いわゆる適正化法に規定されている、まあ、定義に関係するものです、まあ、これも、えー、これまで似たような問題主催されてきていますから、まあ、ここもしっかりと答えを出してもらわないといけませんで正解となっているのは現在これ2番目ですがマンション管理業者とは一体どういうものですかいわゆる登録を受けてマンション管理業を営むものそのままですよね、まあ、ところが 迷いがちなとところとしては、うん、例えばまあ1番目とかもそうですしあとは4番目ですねマンンション管理士とは一体どういうい人なんですかまさに今皆さんが受験されているこのマンション管理士の資格で資格試験ですから、えー、自分たちが受験しようとしているこのマンション管理士という資格が、まあ、一体どういう、えー、将来業務として行うことができるのかということは、まあ、当然知っとかなきゃいけないわけですね。で4番目のとここですが、まあ、これも 条文通りで言えば、まあ、いわゆるマンション管理士というのはえ例えば相談をを受けたらそれに応じる、あるあいいいは指導や助言をしていくととうことです。マンションの管理を行うことを業務とするものを言うって書いてありますがマンションの管理の業務はマンション管理士直接はしませんからね。ということか、まあ、言われれば多分分かることがかなりあったと思うんですが。 実際本試験も本試験ではまあ教えてくれる人はいらっしゃいませんのでそういったところも含めてしっかりと正解を出せたかかどうかです内容としては今ご紹介したように難しいっていう問題はさほどないんですが、まあ、しっかりと覚えるべきところを覚えておく学習しなきゃいけないところを学習していれば正解を出すことがさほど難しくなかった問題だと思っております。はいまあ、以上 標準管理規約それから適正化法を公表してきましたけども皆さんはどうでしたでしょうかなお今回皆さんに発表しました正解番号等は後日変更させていただくことがあるかもしれませんのでその点はご了承をお願いいたしますはいそれでは2018年ここが出たマンション管理士本試験回答速報の規約適正化を担当させていただきました太田です それでは皆さん、本試験お疲れ様でした。